が問題なの、お嬢ちゃん。なんでこんないい男をほっとくのさ。歩き方のせい、それか喋り方。違うの。四角い足のせいかな。おい、不潔じゃないのにいつも少し臭い。でも誰よりも優しいいい男。それはそうね。彼は完璧じゃない。問題もある。少し変わり者。トナカイへの愛情は異常だよ。俺のことじゃないぞ。問題はあるけれど大丈夫さ。仲良くやれるはず。愛があれば。この話はもうやめてくれないか。それより本当に困ってることがあるんだよ。なるほどね。じゃあ話してごらん。気が小さいから。変なやつだから。取り入れた自称面してる。それは聞きたくなかった。男らしくないこの髪の毛のせい。真面目なのを隠してるせい。彼は完璧じゃない。問題もある。違うって。孤独に暮らしているのは愛されたいから。彼は完璧じゃないが大丈夫。あなたの愛情があれば完璧だ。やめろ。彼女は他の男と結婚の約束をしてるんだ。彼女も完璧じゃない。気にするなよ。諦めることはないさ。指輪もしてないよ。彼女も完璧じゃない。迷いがある。婚約者と別れればそれでいい。人は簡単に変われないけど、愛の力はそうパワフルさ。それを補うために必要なものは。ランジアナはこの男クリストフを夫とし。え、何？結婚を認める。